こんにちは、ウード奏者の加藤よしきです。今回はですね、このリーシャ、ウードを弾くには欠かせないこのバッチなんですけども、これを簡単に作る方法を、やってみようと思います。で、これ、ウード弾くときには必ず必要と言ってもいいものなんですけども、これを、こうやって持って弦弾くんですけども、これ基本的に日本では多分お店であまり見ることないと思うんですよね。で、例えば自分がこのリーシャ1本しか持ってないとするじゃないですか。これは多分トルコ製なんですけども、この1本もしちょっとどっかに置き忘れたりしちゃうと、だいたいちょっと捨てられちゃうことが多いんで、やっぱり自分でリーシャを作れると、なくなった時の不安がすごい少ないと思うんで、ぜひ、作り方覚えていただけたらと思います。ではちょっとこれから作ってみようと思います。今日はこの結束バンドを持ってきました。ちょっとこれ長いやつなんですけど、何本か使っちゃっても残りが3本になってるんですけども、これをちょっと、こう1本取り出して、これをこういう形にしたら、ウードの、バチになるかなと。この形にしていきたいと思います。まずですね、長さをやっぱこれぐらい最低必要なんで、切った方がいいですね。ハサミで、この辺ぐらいで切ってみようか。これでもう結束バンドとしてのちょっと機能はなくなっちゃったっていうことなんですけども。しゃあないですね。次。基本的にですね、これちょっと見ていただけたらわかるんですけど、こっち側こう尖ってて、こっちが今切ったばかりなんで、こう、四角い形になってるんですけども、こっちの方を加工しやすいかなと。裏面を見ると見えますかね、これ。ここに持ってきたら見えますかね。ここの部分がちょっとこう、ギザギザになってないんですよね。だからギザギザになってないところは、滑らかにこの形のようにすることがしやすいかなと思うんで、まずこっちの方をうまいこと弾けるように作っていきたいと思います。ではちょっと、ヤスリを何枚か持ってきたんですけども、最初はやっぱり粗い、キメの粗いやつを使った方がちょっと削ろうと。せっかくなんで録音してみます。ええ音で撮れてたら、ちょっとそれ聞いていただこうと思うんで。ちょっとこれでまず一番粗いやつでちょっと削ってみます。形をね、さっきのリーシャの形にも作っていきたいんで、ちょっとだけここ切った方がいいかもしれないですね。軽く。こうやって。したらちょっともうすでにリーシャの形っぽくなってきた。だからこれをまずちょっときれいに整えようと思います。サンドペーパーを、この先端の方を中心に今こう削ってるんですけども、先端の方がちょっと薄めの方が着やすくなるかなと思って。で、形もこうちょっと削って、うまいことをきれいにさっきの丸い形に整えていこうと思うんですけども、今もうだいぶ形丸くなってきてますけども、さらにちょっと削って、今ね、この先がちょっとまだ粗いんですけども、こう比べると分かりますかね。
わかりますかね。このリーシャの方がまだだいぶ薄いんですよね。だからもっともっと削って、薄くしないと多分引き心地がもともと普段使ってるリーシャとは近くないとやっぱり引きにくいんで、なるべくそのリーシャ、いつも普段使ってるリーシャに近づけていきます。だいぶ薄くなってきました。これ見比べてわかりますかね。側面もちょっとこう気にしながら、あと裏表どっちもこう気にしながら削ってって、そうすると、まあ、だいぶちょっとさ、柔らかくなってきたかなっていう感じ。で、次、もうちょっと、キメの細かいサンドペーパーで、こう、整えていくと、滑らかになるので、ここがギザギザになってたらね、引いてる時に、その、弦がガリガリ言っちゃうんで、こう、綺麗に整えて、滑らかにするっていう。で、まあ、ある程度、できたなと思ったら、やっぱり実際に弾いてみて、弾き心地を確かめてみるのがいいと思います。どうかな？弾いてみますね。用意してたリーシャで弾いてみると、音色の違いがわかるかな。ちょっと削ったやつでやると、だいぶこっちの方は硬いっていうか強いんですけども、音聞いてわかりますかね。まあ、そうだな。これはこれでいいかなと思いますけど、あまりにも簡単にできちゃったかなって。もっと柔らかいのが良かったら、もっと削って柔らかくしていけばいいと思いますし、だからまあ結束バンド何本も使って自分の好みの厚さとかに、まあ、すればいいかなと思います。ちなみにこっち側なんですけども、これ弾けないんですね、このままだったらね。で、基本的に、まあ僕の場合は、この片っぽだけしか使わないかなと思ってます。で、こっち側はですね、まあ、軽く切って、こうやって、切って、で、こっちもこう整えて、まあ本当はもうちょっとね、丁寧にやったらいいかもしれないですけども、とりあえず、これ、もうちょっと細かいのでさらに。ある程度こう綺麗に、まあ、滑らかにっていうか、まあちょっと、もっと綺麗にできるんですけども、とりあえずまあ今日はこんな感じにしておくと、さっきのままだとね、刺さったら、怪我するかもしれないんで、こうやって丸くしておくと、怪我もなく使えるかなというふうに思います。